を演奏したいと思います。で、この曲は、この曲はバッハが書いた時に、同じ年に奥さんが亡くなってるんですね。で、もともと子供の時に両親も失ってるバッハが、奥さんを亡くした時のショックっていうのは本当に計り知れないと僕は想像するんですけど、まあ一説によるとこの追悼の曲だとも言われている曲です。その苦しみの中で書いたわけですけれども、この曲、4小節と取るのか、違う、8小節を1つのフレーズと取るならば、それを30個の変奏でできてるんですけど、そのちょうど真ん中に長が、短調から長調に変わるんですね。とってもこの曲の中で一番美しい瞬間だと僕は思ってるんですけど、そこで本当に深い悲しみの中にいるんですけども、神様に救われたような場面で、そこが一番の聴きどころかなと僕は思っております。で、それではバッハのコードをお聴きください。